京田辺のスカイライン。京田辺市は、京都府の南部に位置する市。大阪府、奈良県との府県境近くにある。京田辺市は、京都府南部、八幡市、常陽市、鈴木郡井手町、相良郡聖火町、大阪府平方市、奈良県生駒市と接し、三府県の三角地帯の中央部に位置、南山城地域の行政、経済、文化の中心部として発展した。 もともと京田辺市、木津町、聖火町の関西文化学術研究都市三市町の合併で十万人の新市になる、要住民投票する予定で、京田辺市町も賛成だったが、木津町、聖火町の両町町の反対で合併ができなかった。市の東側を南北に沿って流れる木津川と、西側の一駒山系に挟まれており、中心部を JR 西日本片町線、 近畿日本鉄道京都線が通り、京都市、大阪市のベッドタウンとしての性格が強い。松井山手駅に、北陸新幹線新駅の設置が検討されている。山地下線田辺地区の町並み郷土犬節で、撮影不現寺地区の町並み足した場側で、撮影1951年4月の五町村合併前の旧町村域により、大隅地区、田辺地区、 草内地区、宮間木地区、船寺地区の5地区に分けられている。また、大隅地区は北部地域、田辺地区と草内地区を合わせて、中部地域、宮間木地区と普賢寺地区を合わせて、南部地域と3地域に分けることもある。京田辺市中心部周辺の空中写真。1985年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。国土地理院地理情報によると、京田辺市の東西南北それぞれの橋は以下の位置で、東西の長さは5 5トル南北の長さは1 0 9トルである。歴代市長特起なぎ場合、歴代市長による。役所市議会ブランチ、松井山手同志社労務官同志社女子大学とも、 和漢幼稚園市の代表となる駅、京田辺駅、新田辺駅、松井山手駅近鉄新田辺駅と JR 京田辺駅は京田辺市街の中心、松山手駅は市西部の新興住宅地の中心駅として機能する。学研都市線の快速電車は市内の全駅に停車する。また、近鉄新田辺駅には京都市営地下鉄、カラスマ線の普通電車が 上駅まで乗り入れる。なお、朝に運行する、京都発近鉄宮津駅行き急行は、京都駅、宮間木駅、近鉄宮津駅も停車する。松井山手駅は、北陸新幹線の京都駅と新大阪駅を結ぶ、ルートでは、南回りが有力になっており、京都府で2番目の新幹線駅並びに、近畿地方で、唯一の北陸新幹線単独駅設置を、検討している。 近鉄新田辺駅 JR 京田辺駅、学研都市線の三つ万歩をくぐる列車、松井山定期路線バス高速道路常用 JCTIC 淡田京田辺ジャンクション IC 間が2017年4月30日に開通したが、市内にインターチェンジ等は設置されていない。この前後の区間は事業中である。国道第二京阪道路京田辺市役所前を通過する。 国道307号田辺あざま山で撮影不動終音案一級辞園。ありがとうございます。